こんにちは。今日は2021年の3月の17日、ここは北陸本線とついつい言いそうになるんですけれども、今ですね、JR 氷見線に乗ってやってきまして、これから愛の風富山鉄道に乗り換えです。愛の風富山鉄道の高岡駅です。3月12日17はですね、ちょうど僕9年前に新潟からの最終列車急行北国号の大阪行きに乗りましたね。夜行列車だったんで午前2時ぐらいに高岡通ったんじゃなかったかな。あの時はあの時の北陸本線高岡駅はもう特急がひっきりなしに発着して凄まじかったですけど、まあ別に今はなんか衰退したとかそういうわけじゃなくて、まあ、むしろ北陸新幹線ができて2時間とかで東京行けるようになりましたんで、むしろもちろん便利になっています。これから愛の風富山鉄道に乗りまして、まだ富山県ですが、今回は、ね、石川県の観光の PR 動画となっておりまして、栗原峠を越えた向こう、まずは金沢を目指します。昔この区間で走っていた特急列車は全部なくなってしまいましたが、その代わり速い特急列車がなくなった分、普通列車の速度が上がりました。地域密着型でこれはこれでいいんじゃないかと思います。また駅と駅の間が空いていた区間に新しい駅が増設されるということもありました。この駅は高岡藪南駅です。特急がなくなり新幹線に移行して、それぞれ鉄道の役割が整備されたと考えることもできるでしょう。次の駅は福岡です。福岡というと、なんで福岡っていうところがここにもあるのか、まさにあるんですけれども、結構福岡は富山県の中ではよく知られた地名かと思います。福岡イスルギーとか、だいたいこの辺りの地名がまとめて呼ばれるようなところですが、ホームの下がレンガの造りになっていて、昔から歴史のある駅であるということがわかります。次の赤道と書きます、これがイスルギ駅です。ここまでが富山県。ちょっと読みづらいこのイスルギ駅も、やはりホームは随分古い造りをしていて、大昔の時代から活躍をしていた駅だということがわかります。このイスルギを出ると、いよいよ富山県と石川県の県境の区間に入ります。この駅の次が、今車内放送でも言っております通り栗原駅です。この左手には北陸新幹線の新栗原トンネルがあります。栗原峠を越えるため、新幹線は長いトンネルを掘ってこの中を抜けていきます。在来線はこれから先もしばらく峠道に沿いながら多少山道を登っていき、途中から栗原トンネルという長いトンネルをやはり抜けていくことになっています。線路は右へ左へうねっていて山道の雰囲気です。だいたい県境を越えるときはこういう風なちょっとした分かりやすい山道、そしてその間には何にもないようなところを通り抜けていくということになります。昔はもっと山道が険しかったそうですが、昭和30年代ぐらいに割と走りやすい道に作り変わりました。列車は栗原トンネルに入ります。トンネルの中で坂道の上り下りが切り替わります。向こう側の出口を抜けますと、いよいよ石川県です。昔よりはだいぶ走りやすくなり、列車もまっすぐになっていると、そういう話ではありますが、実際北陸新幹線などと比べるとやはりこの辺りの道は曲がりくねっているようです。直線距離をまっすぐ突っ切っていく新幹線と、かつての北陸本線、現在のこの在来線愛の風富山鉄道とではだいぶ通り道は違うようです。石川県栗原駅、ここから先は愛の風富山鉄道ではなく IR 石川鉄道となっています。向こう側にちょうど北陸新幹線のこんな高架橋が見えますが、在来線を真横に通っています。峠を下り津幡を過ぎると、もう金沢市街は近づいています。北陸新幹線の高架とぴったり沿って走るようになりました。駅に着く手前で立派な金沢の街のビル群を高架線の上から眺めることができるようになっています。これは確かに素晴らしい眺めです。北陸で一番の大都会金沢の駅はもうすぐです。まもなく終点金沢です。これより先は JR 西日本北陸本線、右下に止まっておりますのが特急列車サンダーバード号。金沢を出るとまっすぐ富山まで行ってしまいます。大勢ゾロゾロ降りてきて新型電車が多数集う北陸の鉄道の拠点でもあります金沢です。駅は最近 JR と IR 石川鉄道の2つの駅ということになりました。前は自動改札ではなくて駅員さんが切符を手で集めていたんですけれども、今ではこのようにずらり自動改札が並びます。駅の外へ出るとこんな大きな立派なオブジェみたいなのがあってですね、これはその鼓門の一体ということでいいのかな。金沢の駅のシンボル、まあ、ここへ来たらば必ず一度はみんなここで写真を撮ってから街中へ繰り出すことでしょう。金沢駅のお城側の表玄関、ここに北陸新幹線開業のシンボルとして立派な鼓門が作られました。これ最初ね、申し訳ない話なんですけど、ちゃんと僕見てなくて、あ、なんか工事して作ってるんだろうなと思ったら、工事じゃなくてちゃんとこういう風な作品だったんですけども、
今日はたまたま本当に工事中でしたね。珍しいものを見ました。さあ、ここでひっきりなしに路線バスの案内が行われています。金沢の中心部片町までは歩いて15分ほどの距離です。片町、まあ、もしくは高林坊と大体そういうふうに地名は覚えておけばいいと思いますが、特に片町地区の中の高林坊という場所が金沢の一番の中枢、まあ、人が集まるところという感じでしょうか。ここの辺りへ行くバスは多数走っておりますので、別に何も考えなくても駅で降りてずっと案内をしている人の放送を聞いて、ああこのバスに乗ればいいんだなと思って、まあ、何も考えずに乗るだけで十分かと思います。バスには西日本 JR バスとそれから北陸鉄道のバスがあり、西日本 JR バスの場合はスイクパスモなどを使うこともできます。もちろんイコカも使えます。北鉄バスの場合は、ね、地元の IC カードを使うことになります。さすが街の並びも立派です。北陸3県どこかに1つ大きな会社の支社を出すとしたら、やはり金沢を選ぶという会社が多いようです。これは日銀の金沢支店ですね。こういうものも大体金沢に置かれます。金沢には国の重要な機関も置かれます。これは戦前の旧制高校第4高等学校の建物です。学徒金沢と呼ばれ、北陸で最も優れていた教育をしていたところです。こちらは旧石川県庁、現在は椎の木迎賓館ということで日本の木とともに保存されています。現在の県庁は金沢市の随分外れの方に移転してしまったんですけれども、まあ、しかしこれもですね、現在もシンボルとして引き続きお城の近くに残されていく予定です。そしてまあやはり金沢の一番の観光地といえば兼六園なのかなと思いますが、最近はものすごく観光客を集めているこういった場所があります。ここは21世紀美術館というところで、2000年代の初め頃に開館したところなんですが、最近はもうインスタ映えとかの影響からか特にお客さんが増える一方のようですね。ここもね、中学生の時に急行の戸郷を降りて、そのままねうちの母がここに連れてきてくれたんですけども、切符売り場のところもすごい行列でしたよ。そして中のところもね、今みんなが長蛇の行列を作ってまで見たいと思って待っている作品があります。これすごい行列でしたね。その作品をね見に行くためだけに、このコロナでお客さんが割と減りがちな時期であるにもかかわらず、なんと卒業旅行のシーズンで若い学生さんたちが多いからか、1時間40分待ちだったかな、この時は100分待ちという話でしたからね。これがそのみんなの見たがっているプールです。これを見るだけだったらば別に行列することは今のところないと思います。プールを上から覗き込むことができるというのがこれですが、見るとね下に人がいる。このプールの作品の面白いところは、地下のところへ降りていってこの中から上を見上げることができるということです。でまた水面からね、上からこの下にいる人を見下ろすということもできます。ちょうどねたまたまこんな感じで旅行で来られていた女子大生3人組か分かりませんが、スーツ旅行チャンネルかなんか見てくれていたようでして、上からカメラで撮っていたらね大喜びして写真を撮ったりとか手振ったりとかしてくれましたけども、こういう人たちが下にやってきて、で上にいる人たちとお互いに、おお人がいるとかヤッホーとか言いながら手を振り合うというのがこの作品の楽しみ方のポイントだそうです。だから中に人がいてこその作品なんですね。今コロナの関係で入る人たちを1グループか何かそのある程度制限しているらしいんですけども、それ行列もね結構伸びがちだということなんですが、結構注意して行列が密にならないようになど工夫をされていました。続いてお城の中をいろいろ見て回ります。まあ大体ねお城周辺に行くと、もう本当見るべきものがかなりたくさんあるので、1日2日ぐらいは多分使おうと思えば使えるんですけど、なんかこんなものが敷いてあって面白いなと思ったら、まあ、滑り止めですね。非常に歩きやすい。ちょっと石畳ではね冬の時期にツルツルになって危険で怖いですから。こういう大きな城下町お城になりますと、実は江戸時代が終わった後も普通に軍事場の拠点として使われていまして、金沢城にもね陸軍の師団が置かれていたはずです。その金沢の陸軍関係の施設ということで、まあ、これ師団の事務所みたいなやつなんですけども、それがですね現在も保存されておりまして、ちょうど最近ね国立工芸館としてオープンしました。2020年の10月のことです。今の警視庁の機動隊があるところに、この間僕が深夜に自転車でぐるぐる回ってですね、ここもともと近衛師団の建物だったんですよみたいな話をしたと思うんですが、その時のね近衛師団の東京国立近代美術館の工芸館としてやっていたものがですね、今金沢に引っ越しておりまして、今後国立の工芸館ここにずっとやっていくということになっています。
ただね、これはね、今回中の撮影はできないんだそうでして、建物を見るだけ、まあ、建物そのものも貴重ですから。さっきの工芸館はね、市川県さん一押しの施設ということで紹介させていただいたんですけども、今度こっちのね、歴史博物館、これなんかタダで入れるらしいんですが、これは僕が今回ちょっとここ行っていいですかというふうに言わせていただいてですね、工程に組み込んだところです。あっちは国の施設なんですけど、こっちは県の施設だからか、これはね、取材許可は普通にいただけました。この赤レンガの建物もやはり軍と金沢の陸軍関係の施設で、これはね、なんか兵器工場だったらしいですね。でその後芸術のなんか学校の頃か大学のね、この校舎としても使ったとか書いてありますが、それが今ではこのような県立の歴史博物館となっているわけです。見るとですね、こういう感じで本当、ここが金沢城公園、ここが有名な三名園の中で一つ兼六園で、赤レンガミュージアムとかですね、この間できた工芸館とかですね、それから21世紀美術館はここ、椎の木芸品館はこことかね、それから旧制高校の、その記念館ここにあったりとかですね、まあ、ここが高林坊片町地区だということでして、もう金沢って結構コンパクトにまとまってるんですよね。だからJR の駅からはちょっとこの中心街は離れてるかもしれませんけども、非常に観光はしやすいです。百万石豊かなですね、前田家の居城の金沢城、これがここにありまして、でその庭園の兼六園はここにあり、今私たちのいるこの赤レンガミュージアムとか、ここはもともと何だったのかというと、やはりその金沢の藩主のね、武家屋敷がここにずらっと並んでいたそうです。でそういう昔の人たちの居所みたいなのは、大体明治になりますとどんどん取り壊されまして新しいものに変わりますの でここに陸軍の関係の工場なども作られて、こっちはね、金沢大学とかも前あったんですけども、現在はその金沢大学がね、すごいもうとんでもない遠くまでね、山の方にまで移転しまして、そしてまあ割と観光地っぽいスタイルに生まれ変わっています。この石川県金沢市がなぜ今このような大都会になっているのかというのをですね、ちょっとこの博物館に行って勉強させてもらおうと思う。それで実は来たのです。まあ、私金沢ってのはもう何回も来たことありますけど、いまいちね、まだその歴史を分かっていないので、大体そういう初めて行くような町に行ったらね、歴史博物館に行って見てみると、その町の観光が何倍も楽しくなりますよ。北陸加賀といえばね、もう加賀百万石、もうみんな二言目には言えるようなそのぐらい有名なところですけど、なんでそんな百万石の大きなところになったかと言いますと、もともとはですね、侍がこういうふうな都市を最初に作ったわけではなくて、浄土真宗のね、一団の人たち一向一揆という人がこの北陸の支配を始めたそうです。その浄土真宗の人たちの集まりがですね、ここに強く結束するようになりまして、そしてこれ守護という仕事がね、昔あったんですけど、まあ、なんていうか、その地元をすべてもう統括する、まあ、昔の県知事みたいな感じの仕事をしてたような人がいたんですが、この人がその一向一揆の大軍に攻められて滅ぼされてしまったということです。そして100年間もこの北陸加賀の地をですね、地元の一向宗の人たちがずっと支配し続けていったということになります。そのお寺最強みたいな風な時代がずっと続いてたんですけども、ついに織田信長とかね、そこら辺の人たちに滅ぼされてしまってですね、まあ完全になくなったわけではなくて、そこからもずっと一応続いていくらしいんですけども、一応1582年ぐらいからはもう勢力としてはもうなくなりまして、もちろんね、織田信長と戦って焼き討ちにあったりとかして滅ぼされるっていうのも、別にただなんか手をこまねいてやっていたわけではなくて、もちろん本気でバトルしたわけですけど、これがですね、その戦った時のお坊さんの顕如です。全然坊さんには見えない、結構こういう姿で描かれている顕如の写真、顕如の絵ってのは、ね、珍しいらしいんですよ。でもまあ教科書に書いてある通り、織田信長が顕如に勝ちまして、そしてもう勢力のある一向一揆というのは、まあ、1582年のこの頃からは基本的に見られなくなって、あとは侍が支配していくということになったわけです。それで加賀藩に続くわけですね。この加賀藩を治めろと豊臣秀吉に言われてですね、ずっと続く前田家の、まあ、一番最初のその加賀を治め始めたのが前田利家です。これがですね、これ織田信長から前田利家に命令が下されて、ちょっとあなた今から能登の支配をしてくれますかと。なんか最初ここを任されたらしいんですけど、だんだん領地が増えて最終的にはこうなったらしいんですね。でその一番最初に前田家が北陸に第一歩を進めた時の命令書がここに書いてあるそうです。で、まあ、これただ本物ではないんですけども、複製と書いてあるんですが、本物はね、今でも前田家の多分設立された財団さんだと思うんですが、そこで保存されているそうですよ。その加賀百万石っていうんで、僕ねてっきりその加賀のここだけで
旧加賀の国のね、ここだけで100万石取れるのかなと思ってて、僕ずっと昔からなんかとんでもなくお米がめちゃめちゃもう他のところと比べ物にならないぐらい取れるところなのかなと、そういうわけじゃなくて、昔の加賀藩って結構大きかったんですよね。今の石川県プラス富山県、それで一つの藩を成しておりましたんで、それはまあこんだけ大きな領地だったらね、お米もたくさん取れるわけです。その豊かな100万石の加賀藩はですね、ずらーりと参勤交代の時にも行列を連ねて、これ一番多い時でどのぐらいなのかなと思ったらね、まあ大体なんか4000人とか3000人、3500人という例もあるそうです。まあ、そんな別にバンバンお金を使わなくてもとも思うんですが、やっぱりこう行列が立派だと長いということで、長いと立派だとすごいということでして、なんか僕が聞いたのでは、昔の、まあこれ加賀藩でやってたかどうか知らないけど、バイトみたいなのを雇ってなんか人がすごい増えてたとかね、そういう話も聞きました。費用は12泊で東京までで1億2000万円。まあ、でもこのぐらいの人数延々歩かして1億2000万円で済むんだったら超安いんじゃないですか、そのやってることに対して考えればね。でこれがその途中の旧街道のね、それぞれの宿場町をこうずっと行ってるんですけど、まあ、皆さんにご案内したのは今東海道とそれから散発的にご案内する中山道ぐらいしかないんですが、まあ、こう見ていくとこの大岩家のここからはね、今の中山道を通るわけですが、ちょうど昔の加賀藩の参勤交代のルートは、まあ、こうやって見てみると基本的には今の北陸新幹線のルートと、まあ、ほぼ変わらずにこう行ってるわけですよね。で今もそうなんですけど、昔北陸線の、ね、特急がまだ両方走ってて新幹線ができる前は金沢行くのに東京からの東海道新幹線で米原まで抜けて、でそこからもう白鷺に乗って金沢抜けていくという行き方もありましたけど、まあ、やっぱりね、昔もこっちからこういう行き方と、で帰りはこっちからこうやって帰ってこようみたいな、ね、なんかいろいろとルートね、パターンがあったようです。その参勤交代の時に通っていた時の沿道の図案内が書いてありますが、まあ、この右手がね、こっちが大阪方面で、こっちが江戸東京方面ですので、東西逆でこちら側が日本海側になってるんですけども、ちょうど昔もこの泊まりまで、ここまでが加賀藩の領地だったそうでして、まあ、現在でもやはりここまでが富山県ということになっています。ここから先新潟県で糸魚川方面に行くんですが、ここら辺が有名な親知らずですよね。北陸新幹線でね、通るときはもうなんか山の内側のところを通っていくので全然関係ないですが、こんなもう海岸のギリギリのところまで道がなくなるような難所です。今でも自動車で通るときなんかはここ海の上をこう車で行ったりとかしますよ。やっぱそれぐらいね、全然土地とか物を建てるような場所が全然ないということです。あと見ていただきたいのはこれですね。この金沢の中心部の片町の街並みですが、さっきバスで向こうからずっとこういう感じでこう進むこの道を通ってきたんですよ。なんか大きな建物、金沢のこれがもう大都会です、いろんな銀行とか日銀とかありますよみたいな言ってた、大体その辺の道筋です。で、まあ、正確にはずっとこういうふうにバスは来たんですけど、ここのところでこっちでお城の方に曲がっちゃったんで、ここは通ってないんですが、まあ、昔からなんかその東京の日本橋みたいな感じで商業にぎわっていたところなんだということはお分かりいただけると思います。まあ、そういう大きな、ね、加賀藩だったんですが、明治時代になりますと石川県という名前に変わります。で最初はですね、石川県ではなくて金沢県という名前だったらしいんですが、途中から石川県に変わりまして、であともずっと石川県で、今でも石川県です。でこれは教えていただいたんですけど、最初はね、石川県のところに入ってきたその県令、県知事みたいな人が薩摩藩の関係の人だったみたいでして、まあ、多分その江戸時代当時のその影響力みたいなのをね、削ごうとしたんじゃないですか。金沢っぽさを消せということで、会津藩とかもそうですよね。今は福島県という名前になってますけれど、その当時の、まあ、割とマイナーな名前を付けさせたというのが今にも続いているのではないかと思われます。で明治時代に金沢はどうなったのかといいますと、もう僕はずっとなんか栄えてたのかなと思ったんですけど、実は全然そうでもなかったみたいでして、大久保利通は暗殺した人のことは皆さんもご存知だと思うんですが、それもね、旧加賀藩出身の人らしいんですよ。石川県士族島田一郎ら6名かと書いてあります。で、まあ、そんぐらい結構金沢は困っていたみたいで、景気も悪くなっちゃった。要はそのお侍さんたちで栄えていたけど、その人たちの仕事がなくなって、でそれでもう経済が悪くなっちゃうんで、落ち込んだのをどうにかするために言ってんで、この辺り有名な九谷焼とかありますけど、そういうのをね、外国に売ったりとか工芸品とかがいろいろと頑張って栄えさせてですね、それで仕事もなんとか作ってお金儲け、経済を維持したと。そしてこのように、ね、今にも続く大きな都市として成長してきたわけでした。なんかね、最後学芸員の方から、ね、教えていただいたんですけど、やっぱその金沢が明治になってからそんなになんかいろいろ苦労したみたいな印象はなかったんで、あ、そうだったのかと、
思ったんですが、多分まあ明治時代になったら割と全国的にそういうことあったんだと思うんですけどね。それ間をつなぐためになんとかあの工芸品とか作ってお金儲けをあの侍さんたちにやらして間をつなぐということをやった、その歴史が国立工芸館ここに持ってこさせるみたいな、そういうことにつながってるんじゃないですか、多分ですけどね。僕の理解が正しいかどうかっていうのは自信のないところです。ほんと金沢はね、もともと武家屋敷とかそういうのがあった土地が全部観光開発みたいな感じになってますんで、いろいろね見ていける場所が あります。もう集中しております。これ鳥居があるんですけど、兼六園の入り口がこっちだって書いてあるんですよ。完全神社なんだけど、まあ、こっちだって書いてあるからこっちから行きましょう。ミニ伏見稲荷みたいになってます。伏見稲荷じゃないんで失礼かもしれないですけど、こんな言い方したら。で、ね、結構この兼六園周辺はやっぱ水が豊富なようでして、こんな感じでいろんなところにこう流れがあるんですよね。水のひたひたと流れに注目してね、兼六園を歩くと結構見応えありますよ。兼六園にはいくつも入り口がありますので賢く使ってくださいね。下手になんか正面の方へ無理に回ったりとかすると坂を2回登ったりする必要が出るかもしれません。さて今日は3月の17日なんですけども、まだ兼六園の雪吊りをやってますね。これ僕はね、なんでやるのか知らなかったんですが、この木のところに雪が積もるじゃないですか。でどさらさら積もると重くなるんで、重くなってボキーとかいって大事な枝が折れてしまったら困るということで、こういう風に、ね、上に向けて力をかけて枝が雪の重みに負けないようにしているそうです。毎回これを作る時になると NHK で今年も兼六園の雪吊りをやり始めましたみたいな言い始めますよね。これ、ね、下の苔もいいと思うんですよ。結構三名園の一つと言われる兼六園ですが、水戸の偕楽園とちょっとこの部分だけ被ってるかもしれませんけど、ここもね梅があります。まだ北陸寒いですからね、あんま咲いてないのかな。これはいや、もうどちらかというとすでに散ってますね。春の北陸は普通に暖かいですから、もう東京となんかあまり変わりませんよ。早いのもあれば遅いのもありますので、松に梅と縁起のいい組み合わせですね。でここにねこう水が流れてるのがデラックスな感じでいいですよ。あまり今まで気にしたことはなかったんですが、兼六園にこういう展望スペースみたいなのがあるんですね。六章ということは六箇所の見どころがあるそうなんですが、昔の殿様からしたら下々の民がですねこの下のところに住んでるわけですが、それを上からこう見下ろす感じ、まあ、眺めとしてはいいですよね。向こうには北陸新幹線も見えます。もしかしたらタイミングが良ければね新幹線が来ることもあるかもしれません。で奥にねこう続いてる山みたいなんですけど、奥の方に霞んでるのがあれが能登半島で、なんか確かに海みたいなのも見えるわ。結構眺めいいですね。それ知らなかった。そして兼六園といえばこれです。記念写真のね観光客の方も大勢おられますが、この大きな灯籠があってですね、金沢に来る観光客はこれを見なきゃいけない呪いにかかってると言ってもいいんじゃないですか。みんなの記念撮影スポットなんですけど、僕はまあ自分の写真はね撮らなくてもいいんで、YouTuber が自分のこと撮らないって珍しいと思うんですが、この絶対に撮らなきゃいけない灯籠をね見ときましょう。これなんか京都の京っていう字にね毎回見えてしょうがないんですよ。これ江戸時代がこの池から水を取ってそれ水道に使っていたらしいです。多分今は使ってないんだと思うんですけど、1844年には石の水道をここになんか組んでね使ってるということです。こういう風にね今は蓋がされてまして、多分水が行っていないんだと思うんですが、江戸時代はここから水を取り込んでなんか食べ物とかそういうのに使ってたってことでしょ。水道に毒とか投げ込まれたら大変なことになりますから、多分そういうことなんだと思うんですけど、ここを守るための板書水御門をなんとか厳重に管理していたと書いてあります。これですね、ここに石がありますけど、この中になんかこう管みたいなのがあって、それでずっとね水をその必要な箇所まで送っていたらしいですよ。今も多分その管そのもの自体は残ってるんじゃないですか。水は取ってないみたいですけど、いろんなところにこういう風な滝とかが設置されてまして、まあ、水が豊富だからこそできることなんだろうっていうのと、あとお金も結構かかってるんじゃないかと思うんですが、あそこにですねこれ来るたんびに紹介しているような気がするんですが、世界一古い噴水です。日本一だったかな確か、あ日本最古か、まあ、こういうことなんですが、動力はこれいらないんですよ。別になんか下からポンプで組み上げてブシャーとかやってるわけではなくて、高いところに池がありますので、池からこう水の管を引き込んできてね、その管を通じて自然とこうサイフォンの原理でこの上からのこう水が落ちてくる、その勢いを使って上に吹き上げているそうです。だからスイッチを切るというようなことはないはずです。まあ蓋を頑張ってすれば止めることはできるのかもしれないですが、この兼六園には園の内外周辺などに多数茶屋があります。
まあ、金沢はお茶の文化が非常に有名なんですけども、栗原峠のところからずっと立ちっぱなしで来ましたんで、ちょっと疲れたんでね、ここで一服。金沢名物の金唾ですね。兼六園の一番有名な桂坂料金所、ここをですね抜けてきまして、今もお茶も飲んでね外に出てきたんですが、お茶屋さんはこのように外にもあります。結構ずらーりと並んでいます。もうあまりにもね様々な観光地がもう密集して、超スーパーリッチのいい場所となっております。金沢はこの兼六園の向かい側に、それこそ藩の一大拠点であります金沢城がありまして、橋を一個渡るだけですね、すぐ行くことができるようになっています。それはまあ藩の施設としてここにあるんだから、すぐ脇にあるのは当たり前なんですけどね。これ多分このコンクリートのやつは相当大昔のやつでしょうね。なんか砂利がいっぱい混ざられてますもん。戦前とかそれぐらいの頃のやつだと思いますよ、こういう飾りがついてるのとかね。でここにもねこんな立派な橋があるじゃないですか。ここもともとなんかお堀で水が入っていたらしいんですよ。でその水がたくさんあるところを全部もう抜いてですね、今ではこのような道路になってまして、自動車がたくさん通っております。でもこれちょっと怖いですよね。もしつまずいて落ちたら頭から7メートルぐらいかな転落なんで、ちょっと気をつけて歩きましょうね。さっきの歴史博物館に持ってる写真らしいですけど、昔はこんなに水が入ってたんですね。ここからずっとその辺まであったんですか。相当お金あったんだなって感じしますけども、昔師団の置かれておりました金沢城。師団っていうのはね、陸軍のまあ相当大きな一つの、まあ、なんていうんですか、一部隊ということになるわけなんですが、もう明治時代以降にね、名古屋とか大阪とか熊本とか本当に大きな規模の大きな町にしか設置されていなかったような部署だということなので、その師団の置かれている町の中に金沢が入っているというのはやっぱすごいことですよね。もう僕が昔急行能登号で来てたような頃のね金沢とは最近は観光客の数が違いまして、いろんなところにいっぱい人が来て、もうまさに北陸新幹線効果ですよね。皆さんもね北陸新幹線に乗っていただきたいわけですが、それでね金沢城に来る人もどんどん増えていて、お城の中の復元された施設も最近では次々増えています。来るたびに何かが建ってるような気がするな。金沢城もともとねずっともちろん江戸時代通じていろいろ建物はあったんですが、天守閣というものは江戸時代の最初の頃かな、もう壊れてしまって、でそれからずっと、再建されるということはありませんでした。でただもちろん大きなお城があったんですけども、でただ明治時代になりますともうお城っていうのは大体壊されるんですよね。で金沢城も残っていた建物もほとんど壊されてしまいました。で陸軍の用地になって金沢大学の土地になって、大学生たちのキャンパスとして使われていたらしいんですが、ここに今ですね新しくまた昔あったお城の建物復活させようということをバリバリやっているわけです。で兼六園もいいんですけども、こういう庭園もありまして、ここもね確か昔なんか結構工事とかいろいろやって綺麗にしてた記憶あるんですけども、うちのチャンネルでもねこれまで何度も紹介してるんですが、玉泉院丸庭園というのはあります。でここの水があるんですが、どっか滝がねその辺で湧いてるんですけど、残念なんでか知りませんが今日は滝が枯れてますわ。これライトアップとかの道具もあるんで、もしかしたら時間で流れてきたりするのかもしれませんが、よく説明されるやつなんですけどね、兼六園とここの水がつながってまして、兼六園の池からですねここに高低差を利用して水を流して、ここにこうプシャーっとこう水がこう来てるんですよって話をよくするんですけどね、これ多分僕の間違いでなければ、さっき水道の水がなんか蓋されてたじゃないですか、多分蓋を取るとここに水が流れてくるようになるんじゃないのかな、多分ねそういうことだと思うんですよ。兼六園を越えて巨大な金沢城エリアもいよいよですね出るというところなんですけど、これね僕の動画の昔見てくださった方は分かると思うんですが、ここずっと工事してたんですよ。でこれまたいろいろ様々なものをね今復元しまくってる石川県がまたここに新しく門を作りまして、あまりにもねすごい勢いで復元をしていくので、そのうち何もかも全部復元して、お城のテーマパークみたいにしてなんかもう一人3000円ぐらい取ったらいいんじゃないかと思うんですが、これ石垣の復元って書いてある、これ新品の石垣なんですね。といってもなんか古いものとかも結構大事に使い直したりとかしてますということなんですが、作りたての石垣は結構綺麗だな、やっぱあんま角が取れたりしてないですから。
で最近またここに橋もかけてですね、これもあの石川県ご自慢の橋なんです。もうこれぜひね、あのスーツさん紹介してくださいみたいな話をあの伺ってるんですが、確かにこれはね、あのいいと思いますよ。何がいいかというと、この先にあの小山神社っていうのがあって、であのここにもあのお城の石垣があるんですけど、やっぱここもねお堀だったんですよ。で昔はこう水が讃えられてたのが、今ではやっぱりこういうのあの人の歩いたりとかする道になってるということでして、でここにこう橋がかかるとね、あまたここお堀だったんだなって水の流れを想像しやすいじゃないですか。通っていく自動車を大昔江戸時代にここに流れていた水だと見立てて楽しんでください。何度も言うようですけど、本当に恐ろしい勢いでいろんなものが次々立っていくので、多分下手なあのプラモデル好きの人があの金沢城のあれをこうどんどん自分の部屋の中に作っていくよりも、ここの進行度合いは早いと思いますよ。でこれでこのネズミ多聞橋を渡ってですね、こちらが名所、またこちらも多くの人がね、今観光客がみんな橋を渡ってお城の方に向かっていくところですけども、でこちらが小山神社でございます。昔一回紹介しましたね。もう本当金沢はね、あの観光客がバンバン新幹線で運ばれてきて、もうホテルがもう全然足りなくなるとか有名な話ですよね。ホテルが足りないのが有名になるってのは凄まじい話なんですけど、それが観光の需要がありますので、こういうね神社の道のここなんかももう盛んに改良されています。ついこの間までは砂利道だったそうですね。確かになんかそうだった気がする。ここが小山神社です。あのあちらがですね表玄関なんですけども、こっちからこうやって入っていくのが普通なんですが、あのお城の方からも裏口がつながっておりまして、ストレートにこう入ることができます。なんでね一旦正面玄関の方に来ましたが、これが大山神社。金沢に来たらね一度はこれ見てった方がいいですよ。立派な門、この門が一番多分この神社の有名なものです。バスに乗っててもちらりと注意していると見えます。初代の加賀藩主前田利家を祀った神社で、明治の最初の頃に作られたものだそうです。画面がちょっと霞んでいるのはね、すぐ脇で焼き鳥かなんか焼いてる店があるんで、それの煙です。これ梅のマークですけども、これ確かね前田家の家紋だったはず。いっぱいありますよね。もう前田の最初の、まあ祖といったらあれですけども、利家を祀る神社ですから、明治の最初の頃のものにしては相当立派だな。こういう透かし彫りっていうのはありますけど、透かし彫りどころじゃなくてなんか立体的な彫刻になってますね。こんなんないですよ。こんな枝がこんなまん丸に本物みたいな感じで置かれてるのに、ここまで来たら本物そこにただ設置すればいいのではないかと思うんですけどね。もう神社のね本殿のその脇にはやっぱり梅が咲いておりまして、もう終わりがけの時期ではありますけども、どれも八重咲きで立派な梅です。ちなみにこの重要文化財になっております神社の門ですけども、上のところにですねここにステンドグラスが入ってまして、ちょうど今この時間はあの日がねもし低い時間になると光が差して綺麗なんですが、あまりよくわからないんですけど、かなり贅沢だということはもうお分かりいただけるかと思います。これはあれですね、2つ階段があるけど、なんであるんでしょうね。便利だからかな。左右対称だとかっこいいからでしょうか。これを降りると目の前が金沢の一大繁華街中心部、片町ですね。この門を残すためにみんなから寄付を募ってるんですけども、1万円以上の人になるとここに名前とかが載るみたいでして、で100万円とか寄付してる方もいるんですね。200万円、300万円、500万円というところもあります。すごいですね、北国銀行ね。ここにですね唯一御家主と書いてある、これは前田家の18代目の当主の神として祀っている前田利家の子孫の方からお金が来ると御家主と表記が変わるというのは興味深いことです。こういう風になってるわけですけど、なかなかいい見え方ですね。この表通りからこうバッチリ見えるわけです。これまっすぐ行ったところに、先ほどあの江戸時代の商人たちがいっぱいなんか軒を連ねていたあの模型を見ていただいたと思うんですけども、まあ、まさにそれがあの並んでいたようなエリアとなります。西日本 JR バスが来たな。あれに乗りたいな。あれ IC カード使えるし。西日本の JR バスはちょっとね時間が合わなくて乗れませんでしたけど、ちなみに金沢ではバスはもうとんでもない本数やってきますし、大抵の場合金沢駅にも行きますので、あまり考えて乗る必要はありませんが、これは金沢駅行かないやつですか。危ない危ない。これ金沢の北鉄バスに関してはこういうようなバスシステムがありまして、金沢駅方面のバスが近づいてくると、今もう1個前の停留所までバスが来てますよ、ランプで光って教えてくれます。なるほど、確かに来た。もう一瞬で来ましたよ。金沢駅と書いてあります。北鉄バスご利用の方はスイカとかは使えません。だから地元のローカルの IC カードなら使えるんですけどね。次は武蔵野駅。
いつ見てもすごい金沢駅にまた戻ってきたんですが、今日はねここに百万さんというゆるキャラが来ております。で観光客に対してこれね挨拶して、観光客の方もちょっと距離が離れてますけども、これ記念撮影してうわーみたいな感じでなっ てですね、これ百万さんはね金沢駅にたまに出没するらしいんですけど、一般の方ではねこれが今日はお今日いるじゃんみたいな感じで見えるんですけど、実は僕の今回の取材のために、ね、手配していただいているものです。こんにちは、すいませんどうもありがとうございます。なんかあの今その県の方から伺ったんですけど、なんかあの僕の動画見てくださってるらしいです。いやありがとうございます。え、あの交通チャンネルと旅行チャンネルと、あのじゃあ交通チャンネルなんかどっちの方が多く見るかちょっと伺ってもいいですか。交通チャンネルの方を見たらこっち行っていただいて、で旅行チャンネルを多く見られるんだったらこっちに行っていただきたいんですけど、どっちですか、どっちご覧になりますか。こっち側、あ、そうですか、旅行チャンネルの方いっぱい見る、ありがとうございます。今日も、ね、いっぱい撮りましたんで、ありがとうございます。もうあのこれ YouTube の方であの使っていますんで、あのいっぱいあの紹介させて、ありがとうございます。じゃあ多分これコロナ対策全然問題ない、しっかりもギュッと逃げましょうありがとうございます。え、なんかいろんな動きができるって伺ったんですけど、ちょっとなんかちょっと動いてみてもらえませんか、いろいろすごいですね。あ、こんなことできるんですかいやこれはすごい、何でもできるじゃないですか。いやありがとうございます今度もなんかあの直接お会いできなくて残念とか言ったら、それ言ったらなんか申し訳ないけど違うからね。あのゆるキャラさんも帰っていかれましたけど、相当なんか僕の動画見てるみたいでしたね。本人が大喜びしたからね、ゆるキャラの方から喜んでくれてなかなかないパターンですが、この金沢駅の中で僕がね昔からずっとおすすめしておりますのがこのアントです。多分もう10年以上やってるんじゃないですかね、お土産お食事コーナーなんですが、かなり規模が大きい。あ、10年どころじゃなくてもう30周年らしいわ。すごいですね、そんなにあるんだ。で何がすごいかと言いますと、このようにですね中がかなり広く、金沢に関するものはあからんまで何でも揃ってますみたいに書いてあるんですが、実際相当の品揃えです。ここは通常は撮影禁止ですので、今までは口頭でのご紹介しかしたことはなかったんですが、金沢は、ね、とにかくお菓子がたくさんあるところで、もうねよりどり緑なんですよ。ここでお菓子選んでるだけで好きな人だったら 1,2 時間ぐらいはずっといられるんじゃないかなと毎度思っています。であとは有名な金箔ですね、そういうのを使ったお菓子なども数多くあります。もう何年もずっと売ってますけどね、前は時期にしか売ってなかったような気がするんですが、最近はいつでも食べられますみかん大福、何度も紹介しているものです。これはわらび餅ですけど、なんとか餅とかね、これなんかバンクーヘンみたいなとか、もうお菓子のやつは何種類もいろんな店で様々売ってて、むしろねどこに何があるのかよくわからないぐらいなので、まあそれを迷うのが楽しいんじゃないかと思います。お店によってそれぞれもちろん違いますからね、品目ごとに分かれてるわけではないので。お茶をいただくときに、ね、よく出していただく上生菓子も選択肢がずらり、どれもよくできています。僕高校生の時にトワイライトエクスプレスに乗る前に、ね、ここでお菓子大量に買い込んで、それで札幌までお菓子パーティーやりましたね。今も北陸新幹線の中でできるんじゃないですか、2時間3時間ぐらいかかりますから。ちなみに金沢だけではなく北陸各地の名物このように取り扱っていまして、ますの寿司ももちろんあります。ここでしかねなかなか見ないものとして、あの特選ますの寿司ってのあるんですけど、まあ富山でも多分手に入ると思うんですけどね、いろいろあるんですよ、なんかサイズの小さいやつとかね、まあ、他にもねあまり東京じゃ見ないものとして、ますの寿司だけじゃなくてブリの寿司ってのもあるんですけど、これも結構美味しいんですよね。来たらね結構高確率で僕も食べてますわ。普通の駅弁も売ってるみたいなんですけど、これ800円は安いですね。駅弁の相場からするとずいぶん具沢山だと思いますよ。また今回はね石川県の動画ですので、石川県にちなんだものをご紹介いたしますよ。それがねちょうどここに今並べられている笹寿司なんですが、金沢ではねあのお祭りの時になるとこういうのを作って、それであの食べるということでして、富山のあの丸いケーキみたいな形したマスの寿司とはまたちょっと形が違いますよね。値段もなんか結構安いですね。これどういうやつにするかはいろいろ悩みどころなんですけど、タイ、鮭、サバの他にプレミアムっていうのもあるんですね。能登牛しぐれ、炙りぶり、こういうの食べたことないから今回これにしてみるか。これいろいろねよりどり緑の中から選ぶという体験、ぜひ金沢に行ったらしてもらいたいですね。まあ、いつもおすすめしていることですけど、次に向かう加賀温泉までは特急列車で向かいます。向こう側はちょうど同じ石川県内の有名な同じ温泉地和倉温泉のある七尾まで行く普通列車の七尾行き、これ出ていくところですね。最近ね超新型車両に変わりました。前は超旧型車両だったんですけどね、あれもあれで良かったんですがね。
こちら私が今から乗ります681系特別急行白杉号名古屋行き、昔から走っている特急列車です。車両は結構前に新しくなりましたが、もう20年ぐらいこんな感じのやつがね、北陸本線では使われ続けています。25年以上経つのかな。長く活躍を続けていますけれど、どれも綺麗に保たれていて、また必要に応じてリニューアルなどもされていて、とてもね綺麗で、まあなんか先週ぐらいに作ったのかなみたいな素晴らしさです。またこの顔がかっこいいですね。いろんなタイプの顔があるんですけれども、非貫通顔、前面に貫通扉のついていないこの顔は一番かっこいいです。スピードも優秀で、加賀温泉までわずか25分の移動時間です。白鷺のほかサンダーワードも大体多くの列車が加賀温泉に停まります。これいいですよね、非貫通顔。北陸線ではこういう風なタイプの顔、まあ、結構走ってるんですけども、列車によってはこのタイプの顔ついていないことがあるんですが、基本的に白鷺号のグリーン車はこのような非貫通タイプの顔になっています。もうちっちゃい時の憧れの顔でしたよ、これ一度乗ってみたいと思ってました。車内はこんな感じ。結構長く使ってるような車両には見えないですよね。この車両のいいところはね、窓が大きいことです。連続窓っていうんですけども、非常に大きな窓、座席も前後の間隔広々、そして前の座席の下にも足を伸ばせるし、椅子の座り心地もいいです。テーブルも大きくて安心感があるし、窓枠にもね結構いろいろ物などを置くことができます。これいいんですよ、ほんとこの大きな窓。さっき買ってきたお弁当を開けます。ここにちょうど書いてあります。金沢で古くから各家庭で特別な日に振る舞われた、まあお祭りの時ですかね、ごちそう。それを忠実に作っているものなんですけども、これはただね、その中では多分観光客の方に向けたもうスーパーデラックスバージョンじゃないですか。あの普通のバージョンの笹寿司ももちろんいっぱい売ってるんですけども、今回は量が少ない方がいいかなと。この後また食事がありますんでね。で、じゃあ量より質の作戦が一番いいじゃないかということで、このスーパーデラックスバージョンにしました。炙りブリ、美味しかったですね。全部めちゃくちゃ美味しかったですよ。そして列車は出発。この大きな窓から景色が流れます。左手は北陸新幹線の金沢駅ホームです。金沢の駅を過ぎた先にも北陸新幹線の車両基地などがある関係で、まだ線路は伸びていきます。そしてこの線路はこれから先さらに伸び、福井、敦賀、そして将来は小浜、京都、新大阪まで伸びていく予定です。在来線特急らしい床下からのガタンゴトンという音がいいですね。音が絶妙で少し聞こえづらかったですけど、北陸本線を走る特急列車で、 JR 西日本になってから流されるようになったサンダーバードのチャイム、サンダーバード、白鷺号などで使われている車内チャイムです。今サンダーバードはね違う曲に変わりました。お寿司いいですよね、こういう風にね、もうかなりデラックスですよ。実際どれもねプレミアムと書いているだけあって美味しかったです。笹寿司のグリーン車っていう感じですね。この白鷺号のグリーン車もすごいいいので紹介しようかと思ったんですが、今回は移動時間が短いですから、普通車の素晴らしさも皆さんに感じていただきます。これはね能登牛です。優しい脂身みたいなこと書いてあります。実際ねそうだったんですよ。これ美味しかったですね。お寿司に合うんだなと思いました。現在左手にありますのが北陸新幹線の白山車両基地。ここにですね、今の北陸新幹線の金沢までやってきた後の電車がやってきて休んだりということをしています。 JR 西日本の新幹線の車両基地。しかし車両基地がここにあるにもかかわらず、脇にこのように線路がまた別に伸びているのは、このすぐ上にあるこの高架橋は要するに北陸新幹線のもうそう遠くない将来2023年には開業する予定の敦賀方面の延伸中、まさに建設中の北陸新幹線の線路なのです。この先北陸新幹線の予定の停車駅は小松、加賀温泉、そして現状ではまだ仮の名称ですが南越、さらに福井、あわら温泉、その先敦賀というふうに続いていく予定です。そうなるとこの区間を在来線特急で乗ることは多分できなくなると思いますので、そうなる前に今のうちに在来線特急を楽しんでおくというのもいいかもしれません。だいたいこの辺りに来るとね、まだ上に電線が張ってなかったりとかね、その電線を支えるためのものがなかったりとか、こういうふうにあ、まだ作ってる最中なんだなっていうのを感じます。もう 4,5 年前とかにはここはもう土地だけは用意されてたんですけど、まだ何年も経ってないとかそういう状態でしたし、まあ、もっと言えばね、金沢駅のところだって昔はそうだったんですけども、じゃあどんどんできてくる問題だなと思いながら見ます。奥に大きな建物が見えます。 KOMATSU と書いてあります。あれは小松製作所の建物です。エンジンを作ったり、まあ、それから重機の製造のシェアが非常に大きいということで知られている小松製作所、これがありますのが JR 西日本小松の駅前です。
現在は非常に多くの特急列車が止まる駅ということになっています。将来は北陸新幹線の停車駅になる予定。今このようにプラットフォームなどの建設工事が盛んに進められています。現在の駅と新しい駅と交換になっていて、お互いに並ぶ予定です。小松からも出張のお客さんがぞろぞろ乗り込んできます。もちろん出張だけではなくて地元の方も乗ってこられます。近くには小松空港があります。まだこの辺もあんまり上の河川中というんですけど、電線を張るやつが張ってないですね。そんなに立ててないというのは、この辺もこういう風にまだまだなんだ。まあでも作ろうと思えばすぐにできてしまうんじゃないでしょうか。むしろだいぶ工事が進んでるなという印象でもあります。北陸本線を走る特急列車の速度は時速130キロまで出ます。先行の普通列車をビュンビュン追い抜いていきます。おそらくこういった光景も今度北陸新幹線が敦賀まで伸びたらもう全部見納めとなるはずです。すでに北陸本線の金沢より東の区間ではだいたいこういったものが見納めという状態になりました。まあ、その分新幹線が今よりも早く、そして乗り換えなしで東京方面からお客さんを運んできてくれるはずです。この辺りには3つほど温泉地の最寄り駅がありました。淡津駅、湯利橋駅、大正寺駅、それぞれいわゆる加賀温泉郷の中に属する温泉地の最寄り駅となっていて、いろんな特急列車がそこへ止まって、まあ、バラバラとですね、特急列車によって止まる駅が違うんですが、そして手分けして止まっていたのをこの加賀温泉駅に統一しました。特急がいろいろなところに止まっていたんですが、全部まとめてここに止まるようになったので、多分便利になったんじゃないかと思うんですけどね。名古屋駅の白崎号はここから先まださらにかなり長く走り続けます。私はこの加賀温泉で降り、今日の鉄道による移動はここまでです。この聞こえてくるモーターの音がいいですよね。またね、全てにおいてかっこいいと思いますわ。この区間から消えるまで少しでも長く楽しみたいものですね。この加賀温泉の両隣が湯利橋と大正寺、さっき言った駅です。どちらも結構大きい駅なんですけどね、お客さんももともとかなり多かったんですが、大正寺藩っていうのが江戸時代にあったのかな。でそれで大正寺藩の藩長のあったそういう駅でもあるんですが、そこ今では特急が全部通過してこの加賀温泉に統一となっています。その代わり加賀温泉に泊まる特急の数はだいぶ多いですよ。やってくる特急の種類もこんなにたくさんあります。で長さなども様々な種類があって、本当に多種多様なので分かりやすいようにね、こんな感じでランプでお客さんに案内をしています。その立派な加賀温泉駅前のバス停がこれです。それ山城って書いてありますね。山城温泉から来たやつだな。階層に変わりました。バス停はね、こうなんかちょっと今仮な感じになってますけど、こういうことですよね。北陸新幹線の工事を今しておりますので、新幹線の完成とともに駅前のバスターミナルもまたちょっと変わるんじゃないかと思います。今度このバスは片山津温泉行きです。こういう感じで各方面へバスが手分けして伸びているわけです。ただね、北陸線の特急の本数とそれからバスの便数、それが必ずしも噛み合わないでちょっと待つという時間もあるんじゃないかと思います。で、まあそういう時にね、待てるようにってね、多分駅前のロータリーにお食事どころなんかもできて普及するわけなんですが、普通に食事どころかなと思ったら、まあ食事どころには違いないんですけど、結構こういう靴を脱いで上がれるような感じのところだったんですが、ただまあ食事はさっき白鷺の中でしましたんで、別に今ご飯食べなくてもいいんですが、まあなぜここに来たかというとですね、こういうのがあるんですが、石川県加賀市では今観光開発でこういう加賀パフェというのを市内のですね、いろいろこういうお店屋さんで様々な種類出しておりまして、で、まあ、いろんなお店の中で何種類もあるわけなんですけども、今回ですね、この食いもんやふるさとさんというところを駅前のここに来ておりますんで、この白いパフェを今から出していただく予定です。で実際持ってきてもらいました、これです。まあ、どういうものかっていうのを先に説明しますか。結構地元のものを使うということをかなり注意してやっておりまして、これはこのお店のものなんですが、日本酒の飴、酒粕あんの甘酒白玉丼、日本酒ロールケーキ、これはねちょっとアルコールが含まれていますので、このお店のものに関してです、他のところはまた別なんですけど、ここは20歳未満の人は食べられないということになってます。で、これがね、湯利橋と、それからこれも湯利橋と、これがあと、山中温泉のやつかな。でそこになんかこういうふうな市内に酒蔵があるそうでして、でそこで作った製品とかをこうパフェのものに使うと。これ企業案件だからもう堂々と皆さんに言おうと思うんですけど、この北陸新幹線が、ね、もっとこっちの方まで伸びてくると、この辺に加賀温泉とかにお客さんが増えるわけじゃないですか。でそれに合わせてみんなが食べたくなるような名物を作って宣伝して、それを普及させることに成功すれば、まあ、やっぱ加賀市としてはね嬉しいので、まあ、それでこういうふうにYouTuber の方にもねお仕事をいただけたりということになるわけなんですけど、というふうにわざわざねここまで正直に全部言ったのにはやっぱ訳がありまして、結構ねちゃんと地元の名物を効率的にたくさん取り入れたいと思う人にはね、いい作りになってると思うんですよ。しかもパフェってめちゃめちゃ高いイメージあるんですけど、今のところ
こんだけ様々ね、いろんな複合的なもの、ただなんか果物乗っけたとかそういうんじゃないのにしては、割とね良心的な値段の方だと思うんですよね。これもすごい日本酒の香りがすごいしますし、酒蔵見学みたいな味しますよ。ほんでね、加賀棒茶付きで970円なら いいと思うんですよね。これむしろもうちょっと観光地価格にしたらってぐらい。上にもね団子が乗ってるんですけど、これが、上に乗っているこのあんが酒粕で、甘酒白玉団子っていうから2種類がセットになってるのかな。団子だけ食べよう。あ、団子は多分普通ですね。一緒に食べたら甘酒の味になるわ。これは日本酒のロールケーキか。観光開発ってのはこういう風にしてね、こうやって名物ができていくのだということを、まあ、見学してもらうっていうのはそれはそれでね面白い、まあ、一種の社会科見学だと思って楽しんで実際食べてもらえればと思います。でもこれ相当頭ひねって作ったんですね。これどう見ても株なんですけど、金沢のかぶら寿司っていうような名物とかもありまして、まあ、ここ金沢じゃないですが、パフェに株が乗ってるっていうのはすごいですけどね。多分美味しいのかな。 あ結構甘く味付けしようか。しかも甘いのと漬物っぽい味も合いますね。このアイスにはホワイトチョコレートがかかってるので、上には温かい甘酒のソースをこうかけて、それで溶かしてお召し上がりくださいとのことでした。よく考えてますよ本当。正直知らなかったですけどね、今ここへ来てっていうか、今回のこの話で初めて知った名物なんですけど、いいんですよ、これから北陸新幹線が来るまでの間に有名にするわけですから。これはこれ何なんだろうな。飴だ。しかもね、日本酒の味がする。で今アイス食べてるわけですが、ここにオレンジ色のこういうのが入ってるアイスがあるじゃないですか。でここに説明があって、コーティングアイス、かぼちゃ、ブロッコリー、温泉卵って書いてあるんですよ。確かに温泉卵みたいだなと思って食べて、なんか温泉卵みたいな感じなんですけど、さすがに温泉卵じゃねえだろうと思ったらね、温泉卵らしい、温泉卵をなんかそのままアイスにしたらしいですよ。今ねそこに加賀市の方が来られてるんですけど、これ970円って安いですよねって言ったら、いやもうめちゃめちゃ安いですよみたいにおっしゃってます。それはそうですよね、だってお茶だけで結構値段しますから。金沢で食べたら1500円ぐらいするんじゃないですかとおっしゃってたけど、僕もそう思いました。いやこれ非常に凄まじいものでね、さっき九谷焼きの話もしたんですけど、このお盆とそれからなんかコースターもこの地元のものらしいんですよ、この漆器とかね。だからつまり今回ここに出てきた、まあ、このお茶は多分普通みんなに出してくれてるものなんですよ、抜くとすると。ここにできたものの中で加賀に関係ないのは、多分これとそれからこれと、あとこのガラスか、ガラスも多分関係ないんですよ。あとこの爪楊枝みたいな団子の串ですか、これだけは地元と関係ないけど、他は全部地元のものを使ってる。で2020年バージョン提供中とか書いてあるんですけど、こんななんかすごいネタ考えるの難しそうなもの毎年毎年更新してるらしいんですよ。そうなったらもうネタ切れになっちゃうんじゃないのかなとかね。それからこれを一個一個考えるのも相当大変なんじゃないかと思ったら、やっぱりね一個考えるのに1年くらいかかってるみたいですね。僕はもう別に何年も前からずっとやってるやつですんで、何年も前のやつもう一回ネタ使ってもいいんじゃないかと僕は思うんですけどね。また来ました、北鉄バス。山城温泉は駅からすぐです。さっき大正寺いぶり橋阿波津駅の特急の取り合いの話をしたと思うんですが、実はですねその取り合いの中で唯一漁夫の利を得た温泉地がありまして、それが今から行く山城温泉です。阿波津温泉、片山津温泉、山城温泉、山中温泉と、この辺りには4カ所の温泉地があるわけですが、その中でこの山城温泉は実はもともとこの加賀温泉が最寄りの場所でしたので、ただ普通にここからねバスで一番近いところにあるところへ10分ぐらい乗っていけばたどり着いてしまうと。着きました、まあ、山城温泉は結構大きな温泉地だと思いますので、旅館によってねどこのバス停で降りるか変わるんじゃないかと思うんですけど、これか。今日のね泊まるところはルリコーさんというお名前です。山城温泉というのはもう一応行基、奈良時代のなんか聖武天皇とか大仏、東大寺の大仏とか作ったそのぐらいの時代の時にできたと、開湯されたと言われております。
山城温泉っていうのはもう温泉地としてもそもそも巨大なんですけど、もう多分北陸の温泉地の中でももうかなり屈指のレベルだと思うんですが、この旅館一つとっても大きいですもんね。お土産屋さんもなんかやたらスペースに余裕があるしな、リュックサック背負ってぐるぐる回転してもなんかあんまぶつかんなさそうじゃないですか。いや絶対できないですけど、もうとにかく温泉ならいっぱいあるみたいだな。足湯用タオルがここにあって、もうねこれがなんかねご自由にご利用くださいとかなってる時点で大体なんかすごい上等な宿なんですけど、で贅沢にもここにこう足湯が出てますよ。お風呂上がったらこういうのもらえるんですね。湯上がりに冷たいお茶と季節の冷夏をご用意しておりますって書いてある。今回もうね JR 西日本さんめちゃくちゃいい旅館をとにかく用意してくださったんで、なんかもうそういう迫力ある映像になってますよね、ずっとさっきから。これもまたすごいわ、あのインスタ映えスポットみたいなやつだと思うんですが、ここにねこういうねサーキュレーターがあるんですよ。でこれがこうぐる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 っと前側に外側から内側へ向かって少しずつ風車をこう動かしていくという、こういう面白い仕掛けね。あれこれは確か富岳36系の外風改正って、これあの赤富士のやつじゃないですか。これは青くなってますね、面白いね。もう浮世絵はあの著作権切れてますんで問題ありません、アレンジしても。でさらにこういうねナイトクラブがあるということ、確かにあるんですが、いやこれは多分もともとは絶対こういう場所ではなかっただろうなと思ってですね、多分改造したんだと思うんですよ。でこれ改造したってことはそのいつからこういう風になったんですかとかね、あの前は何だったんですかとか、僕なんかその旅館に泊まって普通の客があまりしなさそうな質問をついついしてしまうんですが、やっぱりね聞くとね聞くだけ面白いものがいろいろ分かるもんでして、これはあの2015年の北陸新幹線の金沢開業、まあ、要するに今みたいに金沢の駅に北陸新幹線が来るのを見越してそれの準備としてこういうのを改造したらしくてですね、まあ、あの海外からの方とかもねどんどん増えるから、で例えばこういう風にちょっとこう和の感じをこう取り入れてですね、まあ、しかしあの赤とこういうふうにこうちょっと派手な北陸新幹線のまさにグランクラスとかもそうですよね、花嫁のれんとかね JR 西日本でもこういうふうな色合いの列車いっぱい走らせてますけども、まあ、まさにそんな感じのあの派手な和風のね絵柄を取り入れたりとかして、あやっぱりこの地の北陸新幹線延伸開業っていうものがいかにね観光とかの経済に大きな変化を与えているかっていうのはよくわかるような光景でいいんじゃないですか。これもねあの鉄道マニアならではの楽しみ方だと思いますよ。フロントこういう感じなんですけど、全てにおいてスペースにめちゃくちゃゆとりがあります。宮殿みたいな感じなんですけど、これでね到着してチェックインをした人にお茶のサービスをしてくれるそうでして、まあ、僕の席ここなんですけど、まあ、お茶にもいろいろあると思うんですけど、どういうお茶が来るのかな。お菓子までついてました。これね緑茶ですわ。ずっと加賀坊茶を飲んでおりましたんで久々に緑茶もいいね。さあそして部屋なんですが、もうすでにこの廊下の広さが何かを物語ってるんですが、この右手にあるこれですね、この406号室が僕の部屋なんですけども、パチッとさ、まあ、入るとまずね 1,2,3 歩にドアがあって、まあ、そのまままっすぐ進むかな、まっすぐ進むとですねこれ、あ、これ風呂か、風呂にしては広いですけどね、一旦ちょっと出て、あ、じゃあこっちか入るじゃないですか。おーおー、これベッドあってしょ、でこれいいですね、この眺め、まあ、あの全ていいんですけど、この巨大なこの部屋も素晴らしいんですが、こっちのこれを開けて両側を開けてどうすればいいんだ、どうやったら開くのかな、これを開けるんだ、こうだ、やっぱりそうだそうです。ここからね加賀温泉郷山城温泉のこう景色がよく見えるわけです。この辺のね山とそれからそこにこう北陸独特な感じのお家が並んでる、この眺めがいいですよ。今日は昨日よりもちょっと幾分ね風が冷たいですが、まあこれもまた雰囲気があっていいんじゃないですか。ちょっと寒いぐらいの方がぴったりだな。でこっち、これはお隣ではなく、さっきちょっと後で行きましょうと言ったお風呂です、まあ、また後で紹介しますが、要するに露天風呂付き客室なわけです。ここはいくらなんですかって話だ、さっきにまた伺ったんですけど、
一番なんか安い時で、一泊二食付き大人一人15,000円からでやられてるそうです。昨日もそういう感じでしたよね。で、この部屋はやっぱりいいところなので、それよりは少しいいお値段がするんですが、28,000円ぐらいからだそうです。また日が沈んでしまいそうなんで、その前に一旦外に出てですね、この山城温泉は加賀温泉郷の中でも、そして北陸の温泉の中でも特に歴史の長いところですので、いろいろ温泉街そのものにも見ていくべき価値があります。そうなんですよね、僕ね、昔一回ね、昔っていうか僕の中でも数少ない、自分で動画とかあんま撮らないで行った旅行で、ね、実は一回僕山城温泉来たことあるんですけど、前にここ来た時はね、もう本当にただ特急降りて加賀温泉からバスで旅館に行って、でそれで旅館泊まってなんか食事して風呂入って、お母さんまた新幹線なんか乗ってどっか行くみたいな、ね、そういう感じのことをやったんで、全然もうこの北陸の大温泉をまともに見て回ってはいないんですよね。あ、確かに立派な、もう違う旅館でしょうけど大きいな。ここにローソンがあるんですけど、もうなんか外観からしても普通のローソンではなく、で青い看板を出してますね。なんかのコンビニでこういう観光地みたいなところにあるやつは茶色い看板出したりすることあるじゃないですか。でもこのレベルまで行くと、もう別にそんなことをする必要はないんですね。堂々とオリジナルの青看板を掲げてます。しばらく歩くとかなり規模の大きな商店街という感じになりますが、ここが山城温泉の中心地ですね。分かりやすい中心地です。で周りがロータリー式交差点みたいな感じになってますわ。やっぱ全部これはこっち側通行ってことなのかな。そうみたいですね。およそ1300年間ずっと温泉と共に歩んできたこの山城温泉は、やはり町の中心に温泉を据えるということになっているようでして、これですね、山城温泉のシンボルの湖相湯というんですが、これは相湯っていうのが多分これ一つの意味なんですけど、みんなのお湯、要するに共同浴場です。町の中心にある、まあ、銭湯的な共同湯、それが古いというのは何なのかというと、なんかここにもともとあったらしいんですけども、それを移設して、で、そこにあった大昔の明治時代ぐらいの共同湯の姿をですね、ここに復元しているそうです。で周りをこの環状道路に囲まれたこの地帯を山城温泉では湯の川と呼んでおりまして、湯のね、曲がる輪っかと書くんですけども、まさにここが温泉地の中心を成しているわけです。難しそうな車の走り方ですね。昔の総湯はこれなんですが、今の総湯はどうなってるかというと、普通にこのすぐ裏手にあります。これもこれでいいですよね。これは現代の、まあ要するに銭湯らしい銭湯で、入浴料が460円となっています。こういう感じですよ。カメラを持って中に入ることができないのは残念ですが、すごい独特の場所のようでして、シャワーとか洗い場すらないと書いてありますね。昔ながらの入り方で、源泉かけ流しのお湯をごゆっくりお楽しみください。石鹸シャンプー等のご使用もおやめください。洗い場がないってのはすごいな。明治時代の人は体洗わないで入ってたの。そういうわけじゃない、かけ湯ぐらいでよかったんでしょうね、つまりね。地元の車の人は結構ここ多分慣れてぐるぐる結構な速さで回るんじゃないかと思うんで、気をつけながら横断しましょう。中はこういう感じみたいですね。明治時代のそういう復元した山城温泉のシンボル、今はこっち、今もなかなかいいじゃないですか。温泉地は夕方のライトアップが始まって、しかしまだ空が真っ暗にはなってない、このぐらいの時間帯がね、私の好みです。すごいな、あっちが湖相湯でこっちが今の相湯なんですけど、外側も全部こんなじゃないですか。こっちもまたこういうのあるんですよ。これのね、お寺なんですけども、お名前は温泉寺、薬王院温泉寺というのが正しい名前みたいですが、山城温泉を守ってくれるお寺だそうですね。そして私も知らなかったんですが、この山城温泉はね、あいうえお発祥の地らしいですね。50音図のことなんですけども、ここの説明によれば、お経をしっかりとした発音で読んでもらうためになるべく分かりやすい言葉で考えるということで、あいうえおの、ね、母音を基準にして、あとは子音と組み合わせた表を作るというのが、まあ、西暦でいうと1000年ぐらいの頃に、ね、あったそうです。だからあいうえおって実は1000年ぐらい使ってるんですね、そう考えると。ではそろそろまた旅館に戻ろうと思います。いいですね、このロータリー交差点のマーク。これが明治時代、いやもっと昔からのこの地区の伝統に基づいたロータリーマークだというのがまたいいと思います。この町へ向かって田園調布みたいに放射状に道が作られていますので、町中の人がみんなここにこう集まってきてね、それで多分温泉でお互いに裸で挨拶したりして
交流の場が作られるんじゃないですか。結構歴史ある温泉の町だと大体なんかね、やっぱ温泉こういう共同浴場を中心にして町が発展していくんですよね。ちょうどいいぐらいの時間に温泉街の散歩をすることができました。でちょっとねお茶とか飲みすぎてトイレ行きたくなってきたんですが、ちゃんとこういう綺麗な公衆トイレがある。まあこれは多分関係ないと思うんですけど、山城温泉ってなんかね、多分なんですけど、日本のタイルの発祥の地ではないか、温泉のタイル浴場の発祥の地ではないかという話もあるそうです。あ、鍵かかってるか。あそこへ続く商店街もいいですね。呉服屋さん、呉服商って右から看板が書いてありますが、学生服っていいな。この学生服の取り扱いがあるっていうのがまたいい感じですよ。これはお餅とか売ってるところだな。商店街沿いに気になるものがありますね。なんていうのかわかんないですけど、なんとかの名水、水が湧いてるんでしょう。お地蔵さんが祀られてまして、あ、井戸水ですね。渇水の時でもこの井戸水は湧き続け、生活用水として不可欠なものであった。大火もここで炎症を免れた。よかったですね。まあ、今はそれがどんなに干ばつが続いても枯れなかったという水は、あの水出てませんけど、多分止めてるんでしょう、この時間はね。ここにお地蔵さんがこうしているのも納得です。なんか飛行機も飛んでますね。多分小松空港から飛んでいったやつでしょう。飛行機も便利ですが、北陸新幹線ね、北陸新幹線いっぱい走ってます。そういう選択肢もありますよということは皆さんにお伝えしておかないといけません。じゃあ、まあいろいろ歩いてきてですね、ちょっと疲れましたんで休もうということで、まあ、自分のあの部屋で休めばいいんですけども、そうではなくてですね、この暗証番号を入力する方式でクラブラウンジってのがあるんですよ。これ、あ、いかんいかんいかん、しまっちゃった。あ、しまっちゃった。いい部屋に泊まられている方はここを利用できるとのことです。ていうか、まあ私も今回実際そうなので利用できるわけなんですけども、スパークリングワイン、これあの味覚がお子ちゃまなんだよね。緑色の、あ、これだな。これちょっといただこうかな。じゃね、これは提供時間は決まってますけども、飲む回数には特に制限はありません。あんまりいっぱい飲むとまたトイレ行きたくなるから、ちょっとこのぐらいしとこう。少ないか。こんな場所まであるんですね。ラウンジっていう場所でね、こういうのやったのはね、多分ロンドンのヒースロー空港のあれぐらいしか僕も覚えがないから、そこら辺のファーストクラスのラウンジより断然豪華だと思いますよ。非常に快適だったんですけど、快適すぎてこのままでは眠ってしまいそうだったんで、ちょっと早めに出てきました。よし、それじゃあもうそのまま夕飯の時間。にぎやかな声がしてるんですけど、実際には個室スタイルでなんか出してくれるみたいですね。こういう席に通してもらったんですけど、やっぱね、なんか広いんですよ。これ分かりますか？この辺とかめちゃめちゃスペースに余裕があるんですけど、もっと大人数用のやつなのかなと思いきや、でもやっぱ多分4人用なんですよね。この旅館やっぱり全体的にスペースにかなり余裕を持ってやってるみたいですね。食前酒だな。ここには献立であります。あ、ありがとうございます。すいません。違うわ。お酒じゃなくてジュースみたいですね、これ。あ、グレープフルーツとなんか柚子を足したような感じの味だ。多分違うと思いますけど、実際には。いろいろ一気にお持ちいただきましたが、これはですね、撮影用に一度にお持ちいただいていいですかって言ったらば、やっていただけたもので、実際はもちろん一品ずつ出てくるわけです。一度に全部持ってきていただいた方が見栄えがするってんで、お願いしたものです。先付けはこれらしいんですけど、これタイですね。タイって説明にも書いてある。私こういうところで食事させていただく際の教養が著しく欠如してるもんで、よく懐石料理ってご飯が最後に出てくるじゃないですか。まああれはなんかあの僕みたいななんかお子ちゃまじゃないと、最初はね飲み物とそれから食事を楽しんで、ご飯っていうのは後で食べるらしいんですけど、まあ、それに加えてね、その人が来てからご飯を炊き始めて、食事が進んだタイミングで本来はご飯を出すということになってるらしいです。それ知らなかった。結構よそっちゃいましたけど、牡蠣ですね。牡蠣も取れるんだな、知らなかった。広島とかかと思いましたよ。
順番めちゃくちゃなんですけど、いや好き勝手に食べよう。いい匂いだ。お、だからこれね、牡蠣に結構しっかりとあの柚子を付着させてるみたいで、食べた瞬間に柚子の香りがしました。美味しいね。タイを食べるのはもう今度の旅行で3度目ぐらいになっていますが、タイって結構いいですね。ずっといくらでも食べられる、分かりやすい味だから。今までに食べたことのないようなね、こんなミノムシみたいなのが出てきて、北陸ではミノムシを食うのかと思ったんですけど、あながし間違いじゃないみたいな。これはあのミノアゲという名前の料理だそうでして、まあ独自に考えたんですかね。このエビの周りにそうめんをくっつけて揚げたもので、ちょっと種類の違うね、エビフライみたいな感じです。それから今度は鮭らしいですが、マスじゃないんですね。まあ富山じゃないからな、ここは。昨日ご紹介した富山のマスの寿司も、別にマスが富山の名物というわけじゃなくて、あの押し寿司の作り方がなんか名物だという話でした。あ、美味しいね。油の乗ったうんぬんってね、書いてあるだろうと思ったら確かに書いてありました。そういう味がしますもん。巻物みたいな料理、これはね、ここにノドグロが入っているそうです。ノドグロはあの日本海側でしばしば見ることのできる高級魚ですね。石川県の名物、まあ、特に金沢だと思うんですけども、金箔。金箔は食用のものがあります。ただその金箔を何でもかんでも何も考えずに食べていいというわけではなくて、あの食用のものとして体に入れても大丈夫なものだけを使って加工した金箔っていうのが あるみたいです。でこれは そういうやつね。金は基本的に何にも溶けないので、金箔の味というものはありません。溶けて初めて味を感じますから。一気に、ね、全部食べていきたいところなんですけども、これとかね、これとかね、もう漢字が難しくて説明を見てもよくわからないのがあって、これは何ですかって後で聞きたいから、そういうやつだけちょっと一旦横に避けておこうと思います。白身トロマグロは塩でお召し上がりいただくのがおすすめです。確かブリはね、白身魚ではないんですよ。確かだからこれが正解かな。だから消去法で言って、この謎の魚とこの鯛は明らかに白身だし、マグロこれも、ね、塩がおすすめだって言ってるんだから、他に醤油をおすすめされるのはもうこれとエビぐらいしかないですよね。だからやっぱブリは合ってるわ。これでわさびも美味しそうです。これあ、こういう食べ方良くないんだよね。そうめったにわさび食べないからね、うっかりやってしまった。醤油に入れるんじゃなくて、これにつけたやつにこう取って乗せて食べるのが正しいやり方な。一度間違いを起こすともう取り消すことはできません。別に味がうまければいいと思うんですけど、美味しいわさびの味がしますね。まあまあ大きい金箔があるんで、これにちょっと塩つけて食べてみるか。塩の味しかしないんですけどね。でも4回ぐらい噛めたな。こういうのの上に乗っている金箔というのはそもそも結構ね、体積としては小さいものです。薄く伸ばしているのが金箔加工の技術であり、また伸ばすことができるというのがその金という材質のメリット。中学校の授業で転生っていうのを習いましたよね。非常にいい香りがしますので、美味しいっていうかね、美味しいんですけど、あの落ち着きましたね。それからこれはね、蒸し料理なんですけども、イカとかそれから舞茸とかね、いろいろあるんですが、何で蒸してるかというと、多分下に入ってるんだろうな。もう温泉で蒸してるらしいですよ。しかもここで湧いている温泉で、結構山城温泉はあの温泉卵的なやつがあの名物になっているみたいです。それはどこの温泉でもそうだろうと思うかもしれませんが、ここは特にそれなんかお土産みたいな感じで売っているほど、いっぱい売っているほど名物になっておりまして、今だったらね、ガスコンロひねれば炎は出ますけど、昔だったらもうお湯でなんかボコボコ勝手に沸いてるとかすごいありがたいでしょうね。だそれでそこなんか熱い蒸気のところに物を持っていけば勝手に茹で上がってくれるわけですから。アワビもあるんですけど、親切なことに一旦切り取ってくれてるから、こうやって取っていればいいですね。ちなみにアワビの肝が好きな方のためにちゃんと言っておきますけど、あの入ってるし、本当はもっとあったんですよ。ちょっと僕がね、間違えて先に1個食べてしまった。アワビの肝ってのはもうすごいな、海藻の味がするんですよね。ここに海藻成分が詰まってるみたいで、野菜食ってるような栄養価の高さがこの中にあるそうです。
海岸の味がそんな。ちなみにこの先付けのねこのお魚なんですが、すいません、確認しまして、すごい変わった名前で、結局ね教えてもらったんですけど、どういう読み方をするのかまだ忘れてしまったので、ともかく昨日富山で定置網の話をしたんですが、石川県では底引き網というのをやっておりまして、地引き網とも言いますよね。地面のところにこう網を引いてこうザバーっと、だから大量に取れるわけです。昨日の夜氷見でね、越中式定置網だからこそ持続可能なのだ的な文脈で紹介したかもしれないんですが、実際には地引き網でもなんかその中の一部をまた放流したりとか、その配慮した地引き網を作ったりとかして、魚を根こそぎ取っていかないような仕組みとかは結構やってるそうです。どこで取れるんですかって聞いたらね、もうここからほぼ直線距離で海行ったところにあるような漁港でなんか取れるという話でしたね。あとこのタイの和え物に使っている、多分このピンク色のやつなのかな、隠し味がありますと書いてあったんですが、これ何なのかなと思ったね。海ネズミで蝶で、これナマコの腹綿らしいです。知らない人もいると思うんですけど、ナマコって普通に食用にできるんですよ。しかも結構普通に食べられちゃうんですけど、ナマコじゃないかな、これがそうなのかな。全体的に言われてみればなんかの肝みたいな味がするかもしれないなって感じ。順番点でバラバラなんですけどね、正直なのがスーツチャンネルの魅力です。これもうすでにデザートもお持ちいただいたんですが、でここで肉を焼くわけなんですけども、もちろん主役は、やっぱステーキを作るわけですから肉が主役なんだと思うんですが、加賀野菜という概念がありまして、京都も京野菜ってのありますよね。加賀には加賀野菜がありまして、ここにね大根おろしがあるんですが、これが加賀野菜の源助大根というものだそうです。この上のやつはピンクペッパーって言って、別に普通に胡椒らしいんですけど、この源助大根というのはすりおろすと結構辛くなるそうでして、なんかねスパイス的な使い方に向いてるらしいです。だからその大根を楽しむためのステーキみたいな言い方もできるんじゃないかな。ああ確かに、でもそんなそこまでね、すごい辛いってわけじゃなくて、こうピリッといい感じ、わさびみたいですね。大根だけで食べても美味しいですよ。あー食った食った、ね、問題はね時間なんですけど、あいけないいけないいけない、伝票持ってきちゃった。それでもなんか胸騒ぎがしてね、一応部屋に戻って携帯電話置いてっちゃったんですけど、時間確認したらねまずい9時だ。2つ目で急がなければエレベーターしかないか、わからん、階段あったな、取りやめ、ダメですね。いやいやエレベーターで行きましょう。なんで9時で焦ってるのかと言いますと、実はイベントがあるんですよ。で僕ね行きたいと思ってたんですけど、加賀一向一揆太鼓っていうのを基本的に毎日もう休館日以外ほとんど欠かさずですねやってるみたいでして、今日もやってるんですが、あれなんかバツ打ってるの、あれやんないのか、もう静かだな、いやよくわかんないけどやるみたいだ、急ごう。僕ね実はあんま太鼓とか興味ないんですけど、あれはちょっと見たかったんですよ。でもその前に伝票返さないと。ここ伝票って言うんですね、なんかちょうど伝票返しに行くにはぴったりな場所だ。すいません伝票間違いで持ってきてしまってちゃんと返せました。ちなみにここが伝票という名前なのは、多分その行基とかが奈良の大仏とかを作っていたその時代がちょうど元号が伝票だったからですね。聖武天皇がこれにしろって言ったんじゃないかな。そしてすぐ下の太鼓のところに戻ろう。ちょうど今始まったところですわ。弾圧戦と兵を挙げ、時に農民たちは手に鍬、鎌、竹槍などを持ち、鬼面人を驚かすの故事に倣い、太鼓を打ち鳴らしながら伊勢の軍勢に立ち向かっていったと言われています。加賀の一向一揆の幕開けであります。先ほどの博物館で勉強したことによれば、今日の富山県石川県の繁栄は室町時代から戦国時代頃の一向一揆、それがこの地方を割ときちんと支配していて、そしてそれが江戸時代幕府の統治にまで結構すんなりと受け継がれていったから、
だから今日でも結構な都会として勢いのある都市がいくつも存在しているんですね。歴史に関することでもしなんとかみたいな話はあんまりしないそうですけど、でもね、まあえて言えば一向一揆の活躍がなければ、もしかしたら北陸3県の今日の発展とここまでやってくる北陸新幹線の建設もなかったかもしれないですよ。新幹線のことを考えながらこの太鼓を見てるの多分僕だけだと思うんですけど、でもまあ実際こういうところに細かく細かくいろんなところがあって、まあ、今日のさまざまなものが出来上がっているということを見れば結構面白いですよね。こういうのもね、パフォーマンスがだんだん激しくなってきたので多分そろそろね終わりが近づいてるんだと思うんですよ。こうぐる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 回ってる、すごいですね。こんな応援して結構見づらいと思うんですけど、このお面が僕はねなんでしてるのかわからなかったんですが、多分理由があると思うんで後で終わったら叩いてる方に伺ってみようかな。多分教えてもらえるんじゃないですか。僕がさっき喋ったことは全部ここに書いてあるんですが、お面はどうして被ってるんですかと伺ったらですね、昔やっぱ一個一揆の人がやっぱ被ってたそうです。で、そのお面をすることによって顔がバレるということを防ぐということと、それからやっぱああいうものをつけてる人が襲ってきたら威圧感があるので、そういう意味もあったらしいですね。さあ、それじゃあまたこのデラックスな部屋に帰ってきましたが、まだお風呂に入っておりません。まずここから向こうがシャワーでして、でここでシャワーを浴びてもう一回外のね露天風呂に入るという仕組みなんですが、シャワー室もすでにいい匂いがするな。あ、ここがヒノキかなんかでできてるんですね。シャワーは浴びました。続いて温泉でございますが、お湯がどん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 オーバーフローして外へ流れております。いいね。これやっぱこういう貸し切りのお風呂ならではですよね。貸し切りっていうか自分の部屋の風呂なんですが、これ入りながら夜景が見えるのが素晴らしい。まあそんなんですが、すごいまばゆい東京大阪の夜景とかそういうのとは違いますけど、このぐらいのねポツポツ、あ、営みがあって車がたまに通るなみたいなの見ながら旅行するって、これね旅行気分に浸れるぐらいの景色がいいわけですよ。今日は午後ぐらいからちょっと風が冷たく感じるようになってまして、まあ朝からそうだったかな。いい一日でしたね。密度が濃かった。露天風呂が好きな人ってのは多いわけですし、まあ、僕ももちろん好きなんですが、なんで好きなのかって言われてよくわかんないんですけど、その季節とか気候を裸になると感じられるじゃないですか。要はこう北陸の風がちょっと冷たくて、やっぱ東京より寒いなとかね、あ、なんか車の音がゴーっていうのが静かですから、音だったらなんか聞こえてくるなとかですね、そういうその土地を裸にいたことではっきり感じることができるので、それは一つ露天風呂の魅力かもしれませんね。なんかね、これ知らなかったんですけど、動かせるみたいなんですよ。もう見える景色が若干変わりますね。別に全部見えていいんだったら、こうしてしまえば、まあ向こうからもこっちがめちゃくちゃ見えるかもしれないけど、僕は見えても困りませんので、まあ向こうが見たくないかもしれないから、このぐらいにしてくださいね。すごい障子みたいな感じにしてるけど、もちろん障子ではないです。これ面白いですね。お風呂上がったらね、急ぎ浴衣に違います。結構大きい方みたいな、これをこそのちょっとやり方全然違う気がするんですけど、まあ半分に折るのかな。そして急ぎ着替えたら、今度は急ぎお湯を沸かします。天然水がやっぱいいところだからついてるんですね。あ、間違えた。こっちかな、こっちね。で多分ね、沸いたらこれパンって自動で上がるんですよ。まあ、今からお茶パーティーをやるんですけど、一人でね、それまでの間まだお湯が沸くのに多分時間かかるんで、あの沸かすやつすごい早くできるらしいから、ちょっとそこは気をつけないといけないんですけど、これ外へ出てですね、
こういうのあるんですよ、ハンモックみたいなやつ。ハンモックじゃないやろうけど、多分結構いい感じだと思います。あ、すごい、なんか座り心地がそうだな。あ、いいよいいよいいよ。グランクラスの姿勢に近いね。ちょっとこう揺らしながら体を冷ます。これをやりたくて温泉に入ったっていうのもあります。いや、じゃあこれがなかったら温泉に入らないとか、そういうわけではないんですけど、ちょうどね、自分の視界にこれがちょうどこう、この辺を見るとここが入るんですよ。で、穴の中から外を見てるみたいですね。多分ね、別に上であぐらかいたりしてもいいと思うんですよ。あ、これもいいな。あまり揺らしすぎるとどっかぶつかったりするのかなと思う。こういう、そこまででもなさそうだ。ああ、楽楽だ。ちょっとね、あまりにも居心地が良くてなんか怖くなってきた。このまんまここで寝てね、明日の朝風邪ひいたとか、風邪ひくぐらいならいいんですけど、なんか冷たくなってましたとかなったら、 JR 西日本さんとか皆様になんとお詫びすればいいやって感じですね。一人で利用するときはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですけど、あまりにも居心地がいいからね。何人かでいるときは別に問題ないでしょ。普通はそんなに一人で来ることはないと思いますね、この部屋に。湯上がりに外にいるってね、非常に気持ちのいいことだから、ベランダスペースはとても重要ですよ。ね、もう沸いてますね、煎茶がある。全く自信がないんですけど、これ終わったティーバッグをこの中に入れるってことですね。なんかここに置いてあったんですよ。それ以外考えられないですよね。でまさかね、これ、終わったらゴミ箱に捨ててくださいってことなのかな。いや、多分一旦置いといて2番茶とか出せると思うんで、まずお茶入れましょう。ちょっと多分ね、沸騰してしばらくむしろ置いておかれて冷めてるぐらいだと思いますんで、お茶入れるにはちょうどいいんじゃないですか。間違いだったら申し訳ないけど、もう一杯ぐらい美味しいお茶が出ると思うんで、覚悟を決めて。よし、今ここにお茶とかをいろいろ持ってきて、さっき神奈川駅のお菓子をたくさん買ったんですけど、これをあとは別に誰も見てないんだからとか言いながら、みんなに見せてる映像でやるんですけど、こうやって適当にお茶でも飲みながら、お菓子とか食べてダラダラしてるっていうのがいいんじゃないですかね。これ結構こうやって4日かかれるんですよ。あ、極楽だ。あとはこれ動画なんで、スイッチを切るために一旦こっちいちいち来ないといけないんですけど、閉めることもできるな。ちょっと閉めたくなりますね。なんかここだけ異空間にできるんじゃないですか。いいな、ほんと。僕ん家結構簡素な家に住んでるんですけど、こういう家もいいかもしれんな。いいかもしれんで、住めれば世話はないんですけどね。お茶は、順調に入ってるみたいです。加賀坊茶もいっぱい買ってきましたんで、まず何から食べるかなんですが、スーツ交通チャンネル、もう御用達のね、丸ごとみかん大福、これは美味しいです。さっきね、JR 西日本の方でね、いろいろおすすめしました。開けちゃった。もういつも紹介してるから、だからこれはもうこういう画面見せるだけで、で後でにしようかなとも思ったんですけど、日本一周の時に一度取り上げただけかな。これ美味しいんですよ。中学2年の時にうちの母と急行の後に乗って金沢に来てね、それでうちの母がこれを見つけて買ったんですけど、どうしても僕の食べ方が汚くて、こういう汚い断面になってしまうんですが、みかんが丸ごと1個入ってるんですよ。ちょっと多分うまく小ぶりのやつを入れてるんだと思うんですよね。で、それを周りにこの大福にしてね、食べるというやつですが、非常に美味しい、これは。僕の仕事のお土産をお持ちするときとかあるじゃないですか。それでもやっぱね、こういう持っていくんですけど、すごいもう評判です。まあ、そんなに言っても手土産持ってってね、基本なんか荷物になっちゃうから、よほどのことがない限りないですけど、でも持っていくときはこれが2回ぐらい持ってきたことありますね。こちらはね、続いて桜まんじゅう。これ季節のやつなのか、多分桜の塩漬けのやつとかが入ってるんだと思うんですけど、中にね、栗とかいろいろあって、すごい大きいんですが、ちょっとどうしようかな。今紹介したいところなんですけど、大きな大粒の栗が入ってるんですよ。だから食べるとこれ1個でもうなんかお腹いっぱいになるような気がするから、先に違うやつを紹介します。これはね、JR 西日本の方一押し。話すといろいろ長くなるんですけど、まずね、これは、金沢って言ったら和菓子のイメージがあるかもしれないんですが、これは洋菓子です。で、別に洋菓子でもね、全然問題ないんですよ。で、こういうのあると、
お茶が飲みたくなるじゃないですか。まあ、そのお茶受けとしてあの金沢のお菓子が発展しているらしいんですが、じゃあそもそもなんで金沢でね、今日もあの兼六園でお茶飲んだりしたじゃないですか。で、あの和菓子屋さんもなんかいろいろって上生菓子とかいっぱいしてて、なぜ金沢でこんなお茶が栄えているのかと言いますと、なんかそれはね、前にあの堺のね、大阪府の堺市のあの案件の時にもあの千利休の紹介をしたと思うんですけど、千利休という人があの豊臣秀吉とすごい近い関係で、まあ最後は処刑されちゃったんですが、豊臣秀吉とすごいあの近いところにあって、でその豊臣秀吉ととても近かったのが五大老の一人の前田利家なわけですね。で前田利家があの加賀藩をあのどんどん発展させて、まあ、それ加賀藩の基礎を作った人なわけですが、でそれであの加賀はあのお茶がですね非常に発展したということでございます。今でも結構あの昔から育ったらしいんですが、庶民の中にもそのお茶の文化が浸透していてですね、県民の中に茶の湯を、あの茶道を趣味として楽しむって人が多いみたいですよ。それは今でもお菓子がいろいろありますよね。お茶のちゃんぽんとかしていいのかわかんないですけど、熱いのと冷たいの交互に飲みます。最初普通にケーキの生地みたいなやつを食べてるつもりだったんですが、あれこれは芋のお菓子じゃないのかなと思って、なんかまあそこまで疑問には思わなかったですけど、親はそういえばと思ってたんですが、あの中に直に今見ていただいたようにあの直接芋が入ってましたんで、うん、あ、いい感じに上品に味付けされる、とても上品な味がする、美味しいし、まだまだ全然問題なく食べられそうなんで、これ すごい巨大ですけどね、うん、なんだかんだお茶一杯で足りたんで、そろそろ休ませてもらおうと思うんですけど、ちょっとね、これスリッパとかあんのかな、あったあったあった、これ一個、寝る前にこの深夜帯なら大浴場も空いてるんじゃないかと思うんですよ。大浴場は基本的にずっと宿泊するような時間であれば入れます。日中に清掃の時間があるんですが、どなたもおられないかな。ここにずらっとこうタオルがあります。要するに大浴場に行くのにタオルを持っていく必要はないということですね。あ、なんか夜の簡単な掃除が今終わって空っぽみたいだ。大浴場に行くのにタオル持っていく必要がない旅館は大抵の場合もうすごくね、あのいいところだと思います。この数すごいな。今はそんなにものすごくお客さんがいるわけじゃないじゃないかと思うんですけど、多分ね、でも混むときはもうめちゃくちゃ混むんでしょうね。やっぱ山城温泉、北陸の大温泉ですよ。大きいですよねこれ。さっきね、あの、まあ、他にも大勢入っていただいている方がいたから撮影しなかったんですけど、一回見に来た時ね、でかーと思ってびっくりしたよ。この一列に並ぶなんですか、この洗い場見てください。これ上のところ、これをなんか換気扇みたいなのがあるんだろうな、多分湯気を強力に吸い込んでます。あっちにもずらっと洗い場、すごいねこれ。よし、露天風呂も多分相当大きいんでしょうね。僕のね、知り合いの仕事でお世話になってるあの旅館業すべてを知り尽くした方みたいな、あ、ルリコーさんはもうすごい大きいところですよおっしゃってました。お、なんかこんな、え、橋を渡る感じになってるんですか。これは多分、これはね、入ったら多分とんでもないことになると思うんで、あの入らない方がいいやつだと思うんですけど、多分普通水だと思いますんで、ね、あ、いい露天風呂があるじゃないですか。へえ。こっちはまださっき見てませんでしたからね。大きいな。え、僕今これなんか全部今ここに脱いでそこにボッとポッて入っちゃおうかなって気がするぐらいなんですけど、まあ、ちょっとタオルあのあそこまで行く間にビチョビチョになっちゃうからね。いや違う、分かった、ここはね違う、部屋まで別にタオルを取りに帰らなくていいんですから、今僕これをそこの脱衣所に脱いでそのタオルを持っていくだけでいいんだ。というわけで即座にちょっと下品な脱ぎ方だな。よし、まあこれ脱いで一応上がる時のことを考えたらこれを水につけないようにして持ってった方がいいな。まあ小さいタオルがあるとよりいいと思うんですけど、別にこれでも問題はないでしょう。一旦ちょっとここで温まってから行こう。あっち、昨日も炭で行ったことですけど、僕温度に敏感なんだよね多分普通の42度とかそんぐらいの温度だと思うんですけど、最初入ってしばらくの間ね動けなくなっちゃうんですよ。結構熱いお湯も草津温泉とか別府温泉とかで入ってるんで大丈夫です。あ、いいねこれ、天井の高さもいいし
船の広さもいいし、巨大だね。この暗さがまたいいですね。ああ、いいですよこれ。はい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 。あったかいな。ちょ、僕 YouTuber なんでね。自分の顔を動画に入れとかなきゃいけないんじゃないかって気がするんですけど。この屋根と岩風呂の雰囲気全体を映してもらうには僕の顔はこのぐらいちぎれてた方がちょうどいいですわ。いや、いいねこれ。非常にいいですよ。今日もいろいろ見てきましたけど、コロナで GoTo もやってなくて、いろいろ大変な時期だとも思うんですが、一方でね、卒業旅行シーズンということで、卒業を控えた大学生、高校生、大学生かな、そういう人たちがね、いっぱい旅行にも来てましたし、特になんか男性の、なんかもう、野郎連れで旅行みたいな感じのね、若々しい旅行してる人たちも多いです。景気良くなってるところは、もうなんかだんだん、少しずつ良くなってきてるみたいですよ。皆さん、ぜひね、ご旅行の際は、JR 西日本、北陸新幹線をご利用ください。もちろんあれですよ。大阪からの方はね、JR 西日本のサンダーバードがありますので、どうぞ早くて快適なサンダーバードで、これから春爛漫の時期を迎えます北陸へお出かけください。お風呂入るつもりなかったんですけど、つい入ってしまった。これ水ですね。水ってこうやって回すと、なんか変わりが発生するのかな。へえ。あ、それで夫婦とかで来た人たちの待合スペースがこれですね。いい感じだな。こういうところに僕座りたくなってしまうんですよね。多分なんですけど、もともとはこの自動販売機、わかんないですけど、なかった可能性はあると思うんですよ。で、増設したからここがこうデッドスペースになったみたいなね。多分そうなんじゃないかな。鉄道マニアやってるとか、そういう気づかなくてもいいようなものばっかり気になってしまうんですよね。これもすごいな。なんかここにこの動く看板が出てるわけですけど、あれのカガッパフェ宣伝してるじゃないですか。これあるんですけど、このところ、これぴったりなんですよ、サイズ。これたまたまなのかな、それとも計算してこういう風になってるのかな。まあ世の中普通はもっと他に気にするべきことありますよ。いいね。じゃあそれでは寝ましょう。この全部すだれ的な、これね、締めたこの状態が素晴らしい。あ、結構低いところに置いてあったんだな。そして暖房が効いてるね。じゃあ充電大事ですよ。携帯電話は、ね、ちゃんとやっぱ充電しとかないと。本日も充実した一日を過ごしました。この低い和洋室って感じがとても良かった。ふかふかのベッドで就寝です。また明日。はい、おはようございます。いい感じですね、この光の差し加減素晴らしいじゃないですか。今日2020年の3月の18日でございます。よし、私基本も旅館に泊まるときはね、朝ごはんのギリギリの時間まで起きませんので、起きて歯磨いてマスクつけたらばもうすぐご飯の時間。湯豆腐ですね。漬けマグロ、味噌汁、朝は白だしだそうです。朝ごはんは7時、7時半、8時、8時半があるとのことでした。大体旅館はそのパターンですね。まず温泉卵ですね。昨日からね、気になってた温泉卵なんですが、よいしょ、山城温泉の名物みたいな感じで昨日からずっと紹介されてるじゃないですか。だからお土産屋さんとかでも売っているんですよ。でも、別に温泉地で温泉卵ってそんな珍しいものではないし、それからお土産屋さんで売るってのは珍しいなと思って。でそれがね、なんでそうなのかっていうのは正確なことは分かんないんですけど、源泉の温度を調べたら、結構また旅館とかにもよると思うんですが、源泉の温度がね 63.5 度とからしいんですね。で温泉卵ってね、こういうふうにこう切ると真ん中の黄身の部分が硬くなっていて、白身は割と柔らかいみたいなね、そういう、これはちょっと黄身の方も柔らかめですけども、こういう風な感じのやつが温泉卵なんですが、多分その63度のお湯に何時間もつけるとこういう風になるんですよ。多分それで1000年とかの昔からね、温泉卵作れたんじゃないですか。昔だったらね、もうこの60何度とか70度とかそういう絶妙な温度のあれを何分も何時間も維持するのは困難ですから、それは名物になるよなって感じです。うまいわ。
このお刺身がありまして、今これ漬けマグロですね。でこっちのイカを食べたんですが、これイカがねめちゃくちゃ美味しくて、もうすごいシャキシャキしてるんですよ。多分さっき取ってきたみたいなそういうやつなんでしょう。この味噌汁飲んでみたら、大きな大きなしじみ入っておりまして、あ、しじみかと思ってね、しじみで僕好きですが、多分ね、現在地がここの山城温泉なんですが、ここにこのちょうどこの芝山形っていうところのね、左側にちょっと欠けてるような部分に片山津温泉がありまして、でこれがね、汽水湖なんですよ。その海とつながって潮がちょっと混じってるような、多分ここにしじみがいて取れるんだと思うんですよね。それじゃあちょっと朝ごはん食べて、そろそろ出発なんですけど、まだちょっと時間あるんで、これ紹介しなかったですわ。すごく薄いね、こういう紙みたいなのに包まれた、これなんだろう、なんかまたパリパリの皮、あ、金つばですね、これね、やっぱね、これなんかゼリー状の金つばだな、面白いですね。うん、ゼリー状の金つば風ですよ、やっぱ。美味しいお茶受けがいっぱいありますので、昨日のうちにお茶を用意しておいてよかったです。じゃあ行きましょう。それではね、チェックアウトもして、また次の福井県方面に向かうというところなんですが、あのね、すみません、これ気づかなかったんですけど、今ホテルの方に聞いたんですが、実は自転車を借りることができたそうですね。いや、そうだったんだと思って。そんなにとんでもなく遠いわけではないんですが、ちょっと歩くんですよ、昨日ご紹介した温泉街の中心の方まで。これで行けば一瞬ですね。それでは、石川県編の動画は、ここまでで終わりでございます。いきなりここで終わりと思うかもしれませんが、実はもう加賀市は結構ね、石川県のあの西部の方、かなりもう西部の方でして、ここが最西端の市になるのかな。そうですね、当地加賀市はやっぱり石川県で一番西の自治体ということになっていまして、これより先はもう福井県となります。